横浜港。横浜港は、神奈川県横浜市の東京湾岸にある港湾である。港湾管理者は横浜市。港湾法上の正式名称は、横浜港だが、港内の船舶交通を図る、高速法では、京浜港横浜区と称される。その範囲は、鶴見区沖合より、金沢区八景島のあたりまで7315.9ヘクタールに及ぶ。 東アジアの大規模港に対抗するため新たに設けられた国際戦略港湾、京浜港、ハブ港の一翼を担い、国土交通省より国際コンテナ戦略港湾の指定も受けている。1859年7月1日、安政6年6月2日開港。いわゆる安政の開国による開港後港である。近港の美称を持つ。他に、 関税法仕恒令上の開港で、国際貿易港、五大港、日本三大貿易港などに含まれる。横浜港は1858年7月29日、安政五年6月19日に締結された日米修行通商条約、安政五カ国条約に基づき1859年7月1日、安政6年6月2日に、武蔵国倉木国横浜村、 横浜市中区の館内付近に港された。当初は、キート貿易の中心港として、後に、京浜工業地帯の工業港、東京の外港として大きく発展した。当初は、現在の神奈川県庁本庁舎付近、中区日本台通にあった、運城所、税関の沿岸に東西二つの鳩場が設けられて、貿易が始まったが、 対正期間にかけ、新興不当などの公安施設が整備されたことより、神戸港とともに、東西日本をそれぞれ代表する国際貿易港として、日本の近代化を経営した。第二次世界大戦の際の空襲とその後の連合国軍中流により大きな打撃を受けたものの、1 9五十年、昭和二十五年制定の公安法に基づき、翌1五十一年、 昭和26年には横浜市が港湾管理者となり戦前の国港湾から終戦直後の連合国軍接収時代を経て市営港湾化された。1950年昭和25年に制定された横浜国際港と建設法の下、国際港と横浜の中心的施設として整備。現在では横浜市の東京湾沿岸ほぼ全域に広がり10カ所の 不当と249のバース、岸壁を有する。外房コンテナ取り扱い個数は、東京港に次ぐ国内第2位であり、東日本を代表するコンテナポート。また、クルーズ客船の発着港としても、機構数で2003年、平成15年に、初めて国内港湾第1位となって以来、その地位を保っている。入港船舶数は、全国1位。 43,400席、2005年、平成十七年、海上出入貨物量は、全国2位、1億百二十八万トン、同、外国貿易額は、全国三位、百四億円、同。横浜広域における歴史は、鎌倉幕府の国際玄関口として繁栄していた、六浦港、現在の横浜市金沢区の存在にまで遡ることができるが、 原型は、神奈川港の方にあると考えられてい。神奈川港は、武蔵区に吉獣軍神奈川、現在の神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町、青木町付近にあった。神奈川港は、中世から東京湾内海交通の拠点の一つとされ、鎌倉幕府が置かれた13世紀以降、湾内の物流が活発になるとともに、神奈川港も発展していく。 記録によれば、室町時代の1392年、明徳3年、元中9年の段階で、東京湾の主要石出港の一つとして機能していたことが明らかになっている。神奈川港とその港町は、鎌倉時代には鶴岡八幡宮が支配し、室町時代には関東官領上杉氏の領地となった。その後、戦国時代には後北条氏の家臣である。 多米氏が支配。小田原征伐後、1590年、天正18年に、徳川家康が江戸に入府すると、その支配下に入った。1601年、慶長6年、神奈川港の港町は、神奈川塾として、東海道の宿場となり後、江戸幕府の直轄地とされた。江戸の発展に伴い全国各地からの物資輸送と、江戸湾。 東京湾内海交通が活発となり、神奈川港など湾内の、核、港でも海鮮業、海鮮ドニいと営む者が現れた。1853年、海英6年、アメリカ合衆国のペリー帝督率いる艦隊、黒船が、裏側沖に現れた、黒船来航。翌1854年、海英7年には再度来航して、幕府の態度が表明されるまでの間、 むつうら外周の小芝、へさき沖、武蔵金沢藩、むつう藩イコール、横浜市金沢区に国二ヶ月間闘病。厳重な態度の幕府や、おつへさき海岸に地の張り物々しいむつう藩とは、裏腹に、民間レベルでは、漁師の取った魚や艦隊が持参したビスケットを、差し入れし合うなどいち早くフランクな異文化交流が行われていたと記録されている。その後、幕府は、 神奈川港の対岸にある武蔵国倉木郡、横浜村に応接所を設置して、ペリー一行を上陸させ協議に臨んだ結果、日米は新条約、神奈川条約を締結した。その後、1858年、安政5年には、神奈川を貴腰場に浮かぶポーハ単語を上で結ばれた、日米修好通商条約、安政後過国条約により、神奈川の開港が定められた。 幕府は、松代藩士、佐久間象山、外国奉行、岩瀬多田成らの意見により、東海道に直結する神奈川塾、神奈川港を避け、対岸の横浜村に開港場を新設することを決定。対して、諸外国の講師はあくまで条約の批准にこだわり、神奈川の開港を求め、横浜の利便性は認めつつも神奈川塾周辺に領事館を開いた。 しかし開港後は、居留地での取引が活発化して、神奈川港は衰退し、居留地が外国人向けに整備されるなど、規制事実が積み重なり、諸外国も横浜開港を受け入れた。横浜は、大岡川によって土砂が堆積するという不利点があった。ものの、南の本木大地が風を防ぐ利点があった。横浜沖はすぐに水深を増す浚節工事が施された。 当時の横浜村は、サスの上に形成された、反農反漁の観村であった。開港に、愛前後して、居留地、鳩場、神奈川運城所、税関、神奈川奉行所などが整備され、東海道から横浜村に至る脇洋館、横浜道がタウン期間で造成された。これらの事業や、初期の町づくりを担ったのは、神奈川塾、小戸ヶ谷塾や、周辺の村々の人たちだった。 横浜開港の成功の背景には、神奈川港及び東宿によって培われた経済的基盤が存在したとされる。下田出身の写真家、下岡蓮城の浄瑠璃、横浜開港機団奥祖の木小別れの団では、横浜開港の功労者とて、初代横浜総都市寄りを務めた保土ヶ谷塾本人家十大当主の刈部清兵衛、吉田神殿の吉田官兵衛、 石川村な主の石川徳江門を挙げている。1859年7月1日、安政6年6月2日に横浜港は開港し、貿易を開始した。横浜市は6月2日を開港記念日としている。開港に先立ち幕府は横浜への出店を奨励する、お触れを出し、江戸の大商人や神奈川港など、 江戸案内の海鮮丼屋のほか全国から一旗あげようと意気込む商人が集まり、横浜は急速に発展した。同年に永住した西洋人の商人は二十名以上あり、不安定ながら非常に利益率の高い商売であったことから、一攫千金を目論む西洋人が次々と来日し始め、船員が商人を兼ねることも多かった。ジョセフ彦と浜田彦コも、 その一人でサンフランシスコの出資者と組んでいち早く商売を始めた。開港当時、外国商館への輸出品の販売は、売り込み、輸入品の購入は、引き取りと呼ばれ、それぞれ売り込み商人、引き取り商人という横浜商人を通して取引が行われた。明治初期までの代表的な輸出品は、ギートと茶であり、輸入品は綿紙、織物と砂糖などである。 特にキート輸出は昭和強行期に至るまで面会輸入と並ぶ最大の貿易品であり、横浜はキート貿易港として世界に名を馳せた。貿易が拡大して外国人居留地での取引が活発になると、その玄関口となる横浜では流入する外国の文化、技術がいち早く取り入れられた。西洋人商人にとっての対日貿易は開港当初は 非常に儲かるものであった。その後、1870年頃まで一時加工したものの、再び盛り返し、1876年の居留地の取引高は約5800万円となった。西洋諸国から日本への輸出品は、兵器や船、繊維製品が主で、うどしの1879年には、オーストラリア産のウサギが人気を集めた。また、 海産物などの干物を日本で買い、中国で販売するビジネスも西洋人が行った。イギリスが覇権を握っていたインドや中国、香港と違って多くの欧米諸国、不平等条約締結国がきっ抗していた日本では有効な換金システムが勝ったため、1885年の日銀打関係発行まで金銭のやり取りは混乱を極めた。 明治二十年代になると、横浜港の拡大と充実を目指して、港湾施設の整備が行われる。1888年、明治二十一年、外相大隈重信が、首相、伊藤博文に、横浜港の港湾設備を整備するよう権限し、イギリス陸軍港大佐、パーマーの監督下、翌年より、執行工事が始められた。この第一期蓄工事では、内防派邸と、 鉄桟橋、第三橋が作られた。明治三十年代大正時代には、日清戦争、1894年、明治二十七年を経て、東洋最大の港となった神戸港に対抗すべく、不当や海陸連絡施設など大規模な港湾施設の建設が積極的に行われた。1899年、明治32年には、 海陸連絡施設の整備を目指して第二基地工工事を開始した1917年大正6年まで赤レンガ倉庫と新興埠頭はこの時代に横浜市が政府に建設を働きかけて完成せたものである建設費用はアメリカに支払った下関戦争の賠償金がアメリカから返還されそれを当てた以後現在に至るまで 港湾施設の改良工事はたびたび行われている。1923年、大正12年、関東大震災により横浜港は壊滅的な被害を受ける。復興事業は、市長、有吉忠和の指揮した、神奈川県と横浜市、キイト省などの横浜商人をはじめとする市民らにより国の力も借りて進められた。この事業によりキイ検査所、ホテルニューグランド、 神奈川県庁本庁舎、キングの塔、横浜税関庁舎、クイーンの塔や瓦礫を利用して造成した、山下公園など今の横浜を代表る建築、名所が作られた。事業のための巨額の資金はアメリカで、ドル建て資材を発行して賄ったが、この膨大な負債はその後長く資材税を圧迫した。昭和に入ると、景品工業地帯が形成され、 その発展に伴い横浜港は、キート貿易港から工業港となりつつあった。1935年、昭和10年、日産は横浜市から買収した埋め立て地に本社工場を完成させて自動車生産を始めた。昭和初期は、製鉄、造船、自動車、電気などの軍需産業が発展し横浜港は、その重要な拠点となった。百四十一年、 昭和16年12月には太平洋戦争が始まり横浜は翌1942年昭和17年4月18日にアメリカ軍から初空襲を受けた同リットル空襲また同年11月には横浜港ドイツ軍艦爆発事件が発生したその後終戦までに横浜は30数回の空襲を受けるが臨海部の工場や港湾施設の被害は 比較的、軽かった。1945年、昭和20年に終戦を迎え、横浜港と横浜の市街地、関内地区は、連合国軍に接収れる。特に、横浜港の港湾施設は、その90%が接収され、横浜の戦後復興を遅らせた。1952年、昭和27年。 講和条約が発効し横浜港の接収が解除され、始める、現在も在日米軍が使用している島、水穂不当ノースピアなど一部除く。先立って1950年、昭和25年に接収解除された高島不当を足掛かりに、京浜工業地帯と横浜の復興は始まり、外国貿易も回復し始めた。輸入の激増により、 横浜港の外国貿易量は1957年、昭和32年には、戦前のピークである1937年、昭和12年を上回る。横浜港の輸入品は、終戦直後は、食料品が占め、後には、石油、金属、鉄鉱石、石炭が増加。輸出品は、鉄鉱、車両、機械類が大きな比重を占め、工業港としての性格を強めた。 1968年、昭和43年には、コンテナ専用布団である、本木布団 A 特定が造成され、コンテナ船が入港し始める。1970年代にかけ神戸港と共に、日本着発の国際コンテナ物流を支えた。だが世界規模で急速に進んだ海運のコンテナ化への対応では、東京港大井布団整備により、工人を廃した。神戸港が、 阪神淡路大震災で壊滅的な被害を受けた1995年、平成7年以降は外房コンテナ古希古数で国内首位となったが1998年、平成10年に東京港に抜かれ現在は国内第2位。在来、素材貨物を含む総取扱貨物量、重量ベースでは名古屋港と千葉港に次ぐ国内第3位となっている。 横浜港で陸揚げされたコンテナはトラックに乗せられ、本町通りを通って各地に運ばれた。そのため、本町通は、コンテナ街道と呼ばれるようになった。これにより交通渋滞が頻発したため、本町通を通らずに直接高速道路に入れるよう、横浜港周辺の道路整備が求められた。横浜港を代表する建築となっている、横浜ベイブリッジもこの道路整備の一として、 1989年、平成元年に建造された。また、都市計画道路として、各頭をつなぎ横浜港を、環状型に結ぶ、臨港幹線道路も事業化されているが、全線完成には至っていない。現在、国際線客ターミナルとして機能しているのは、大桟橋頭と、新港頭である。新港頭は、海上保安庁横浜海上保安部の庁舎を兼ねた。 横浜海上防災基地としての機能を主としている。また、新港埠頭は港未来21計画の一環として、フェリーターミナルも構想されていた。2003年、平成15年度より、横浜港の客船機構数は国内サイトとなり、現在まで堅持している。参照。コンテナ埠頭の主力は、本木埠頭、大黒埠頭、南本牧埠頭である。 大黒府島には、完成自動車及び大型建設用機械の輸出用バースがある。また流通の拠点として、横浜港流通センターも大黒府島にある。現在各府島は、コンテナ船の大型化に備えた、大震度化を進めているが、特に南本牧布島では、国内最大級の20メートル震度を持つバースが、県着手された。デンマークのマースクラインは同社にとって、 日本国内最大の物流拠点を南本目埠頭に構えている。2005年、平成17年12月には本目 BC ターミナルがスーパー中ス港湾ターミナルとて国内で初めて全面強用された。また2010年、平成22年には国際戦略港湾の指定を景品港として受け、コンテナターミナル管理のポートオーソリティ化や民営化付き、 検討が進められている。横浜港は世界最大のコンテナ戦車、デンマークのマースクラインが同社にとって日本国内最大の物流拠点を南本木埠島に構えると外国選手隊の利用となっている一方、東京港は日本船の利用が中心となっている。戦前から横浜港が外港、東京港が内港として利用区分されてきた。 在来貨物を取り扱う不頭としては、山下不頭、水穂不頭、山内不頭、井田町不頭等がある。すべて内港エリアに存在し、貨物の主流がコンテナに移行した今日、山下不頭や新山下地区の再整備事業など、横浜都にへの一体化が構想されている。1970年代初頭のオイルショックより、価格船の先客事業から撤退したり、 航路を廃止したりする海運会社が増え、世界的に過客船事業は衰退した。以降、横浜港の客船定期航路は、旧ソ連の極東海運、フェスコが運航するナホとか航路のみであったが、それも1990年代初頭に廃止された。現在の外国航路の乗降客数は、中国、上海や韓国、不山域国際フェリー航路を有する大阪港、び、 上海や中国、天津行き国際フェリー航路を有する神戸港に比べると横浜港は比較にならないほど少ない。国内航路乗降客数もフェリー航路を有する大阪港、神戸港、東京港と比較するとこれもまた桁違いに少ない参照。横浜市や横浜港は新しい国際客船ターミナルの竣工、2002年と ワールドカップ日韓大会開催に合わせ、クルーズ客船の気候誘致に死を挙げて、積極的に乗り出した。海運会社には、着岸料金の半額を横浜市が負担するなどした。結果、2003年、平成15年度において、横浜港の日本船籍、クルーズ客船の気候数は、初めて、日本最多となり、現在までその地位を堅持している。参照。 さらに2000年代中盤に横浜市の働きかけにより日本優先のアスカイは船籍を東京港から横浜港に移した。横浜港の港税水位が横浜市経済へ与える波及効果が高いため継続したクルーズ客船やコンテナ船誘致が重要な政策課題となっている。1909年、明治42年の開港50周年を記念して、 横浜市開港記念会館が建設された、1914年着工、1917年完成。また、この年の7月1日には、横浜市歌が発表された。1959年、昭和34年には、開港100周年記念事業の一環として、横浜マリンタワーが建設された、1961年、完成。このマリンタワーは、 東大でもあり、東大としては、世界一の高さとして、ギネス部に期祭、横浜のシンボルとして、多くの観光客で賑わっていた。しかし、集客力が減少したことから2006年に一時閉鎖、紅術の開港150周年を機に、リニューアルされた。1989年、平成元年に、横浜市政100周年を呼び、開港130周年イベントとして、 横浜博覧会会場港未来地区3月25日から10月1日が開催された2009年平成21年には開港150周年記念事業として横浜マリンタワーの再整備5月23日に営業再開開国博愛150の開催4月28日から9月27日ゾウの備地区の公園整備 造王の美パーク、6月2日オープンなどが行われた。横浜港には12カ所の塔、桟橋がある。このうち、水戸塔は横浜のオスドックとして在日米軍が現在も使用している。また、現在の港未来21中央地区のあたりにはかつて高島塔があった。2004年、平成16年度、末広緑地、 末広水際線プロムナード、大国不動中央緑地、大国不動東緑地、大国不動西緑地、大国不動先端緑地、大国不動緑,緑地、出手田町不動緑地、国際交流ゾーン、臨港パーク、新港中央広場、新港パーク、カップヌードルミュージアムパーク、日本丸メモリアルパーク、運河パーク、汽車道、赤レンガパーク、山下臨港線プロムナード、 象のノパーク、山下不登緑地、本木不登緑地、横浜港、シンボルタワー、金沢木材不登緑地、金沢水際線緑地、金沢福浦地区緑地、八景島緑地。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。